ゆっくん今日フットネイル行ってたんです。で、前に10日めっちゃ最近にハンドネイルをしたんです。押したら人差し指だけ割れちゃって取れちゃったんですよ。押したら今日ね、あのね、フットネイルだったんですけど、このここの人差し指直してくれたんです、その人が。めっちゃ優しくない？また行かないといけないと思ってたら、そのフットネイルの時にやってくれたんです。めっちゃ優しい。日頃の行いがいいからですね。はいこんにちは。いや本当に本当に優しい方と思って、そこのネイルサロン通おうかなと。今日は大人っぽいメイクっていつもと一緒なんだけどな。なんならいつもよりも薄いで、マスカラもしないから。1202日目、ありがとう。本日をもってショールーム毎日配信終了。こんにちは。チャンデックくんピカピカありがとうございます。こんにちは。そうです、卒業まで、卒業公演まではやろうかなと考えておりますが、どう思いますか皆さんこんにちは。10期候補生です。受かるかな、みんな応援してください。ツンツン。こんにちは。そうなんです、卒業までやるって言ったのでやります。結果されるのいな江戸川くん1200日目、ありがとうございます。なみちゃんピカピカありがとう、こんにちは年齢制限いけんのかな。コアラの街なの生でできて嬉しい。
じゃあその時ユナのこと考えてくれてたってこと？嬉しい。こんにちは。369日ちょっと考えてくれてるの嬉しい。一般人にならないです。これからも皆さんの推しで居続けたいと思います。あのよかったら8月16日は大事なイベントがありますので、大阪で、なので皆さん絶対来ててください。8月16日です。こんにちは。今毎日その活動、来世の活動のためにドタバタと動いております。こんにちは。あと卒業後も配信は続けますよ。なので寂しくなることないです。6月15日に卒業はするんですけど、8月16日 夜です。昼ではなくて夜です。こんにちは。もう場所も決まってるんです。毎日配信しないってこと、まだ断定はできないんですけど、全然やると思います。よかった、もうユナに会えなくなること覚悟でいたもん。こんにちは。事務所決まってるか言えないんですけど、でももう卒業後の進路は決まってます。こんにちは。ココナッツブラウンさん、ハートありがとうございます。なんで今さプランパーティーって昨日勝ったって言ってたでしょ。あのリップ、まあ、ベロで舐めたらベロがピッピリする。こんにちは。めん、カットちゃん、だるまさん、ありがとう。明日メラメラの髪型がいいですか？待ってます、リクエスト。あれやらなきゃいけないの、何ぐらい、いつまでだっけ。投資家投げちゃして、ゆくんが転生したら一緒に行こうって誘われ、嬉しい。また写真撮ってくださいね。投資家かわいい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。
ポニーテールはやらないよ。だって頭皮痛いやん。こんばんは。体調良くなりますように。8月19日はさつかじゃないかもしれない、ごめんね。けどまた今いろいろさ、来世のことを妄想してたら、こんばんは、楽しみでばらけてきた。マッキーさん、ピカピカありがとうございます。横向きなん？こんばんは。シャメ会行くね。嬉しい。あかりちゃん待ってるね。予想通りというか、やっぱり握手会に行かなかった。まあ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 。今はね、大好きなファンの皆さんに会うためにやるので。こんばんは。たっくん、かわいい、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。唇プルプル好き？やな、こんばん、こんばんは。絶対来世になっくんといっぱい会いに行く。言ったね。待ってますよ。チャンデックハートありがとうございます。多分来世は今よりもっとノンフリー、ストレスフリーだと思うから、今よりもっと天使になっちゃうかも。クックックック。こんばんは。じゃあランキング見ます。13位ケンジくん、12位東太郎、11位夏子ちゃん、10位花輪くん、9位フレアくん、8位ひーたろ、7位パイセンくん、6位エノガーコナンくん、5位タックン、4位ナベちゃん、3位チャンデックくん、2位トシトシ、そして1位はゴッタちゃんでした。ありがとうございました。じゃあゴッドちゃんに燃えてるもね。3、2、1、ゴッドちゃん、今日はお風呂の前にユナのこと見れてよかったね。1位おめでとう。記念すべき1200日1位だよ。ありがとう、ありがとうございました。
じゃあまた来週。